はい、えー、ここから第2部を始めていきたい,いまも,もう慣れてますね150回やってるとちょ <laughs> っと柳さん仕事について<え>相手は企業,企業の仕事するじゃない、はいでまあ、代理店に勤められていて、うん、大手企業の仕事をして今勤めてないですよもう勤めてないうん、うん、で企業から、まあ、今,今でも企業との仕事もするよねフリーでね、はい 企業からは例えばそのこの商品を売り出したいとか、うんえっと、うちの企業なんかちょっとイメージアップしたいとか、うん、イメージ変えたいとか、はいえー、っていう仕事が具体的に今までもたくさんたくさんやられたと思うんですけどもそうです、ね、ちょっといくつかちょっとエピソード的に言えるような具体的な例をちょっと教えてもらっていいかなう、ね、もう30年近く前だからもうほぼ総額総額度できる前かなこの総額度。 あの手がけまして、うん、この時はあの「コーポレート・ボイス」って呼んでるんですけど、うん、ノーミュージックのライフ、まあスローガンって言ったり、うん、あのいろんな呼び方ありますけど、うん、コーポレート・ボイスって呼んでいてあのタワーレコードさんから何か例えばナイキの「ジャスト・ドゥ・イット」とかね、うん、ああいったワードがタワーレコードにもあったらもっとあの音楽が好きな人とつながることができるし、えっと、インナー社員の方々もあの一つになっていけるんじゃないかってお話をいただいて。 ノーミュージック・ノライフっていうのを提案して決まって、うん、もうそこからはいろんなミュージシャンだったり、うん、いろんなリスナーの方々音楽関係者いろんな人がその言葉を育ててくれたっていう感じで、うん、もう30年近くになりますね、うん、これはタワーレコードっても、うんえっともとアメリカからですねでもう今アメリカないんですけどね。でなくなって日本には残ってて,、うん、って,てはい。 で渋谷にタワーレコードできた頃に、うんえー、あの頃のあの世の中って例えばレコード、まあ、CD だよね、うん、CD で CD になったばっかりの頃ですね。で街にはまだ楽器屋さんがレコード販売しているような、はい、ああいう大手レコード専門ビルの1階からもう5階までみたいな、うん、ああいう規模感のやつは まだそんな多くなかった,多く,かった多くなかったですね。ねうん、あとあれ,をいあれは言ってたのは誰、うん、声に出して言ってたの「n ノーミュージックノーライフあれはいや特にあの限定はされてなくてなの、うん、その都度その都度でいろんなミュージシャンが言ってくれたりとかそういう感じでしただからみんなで育ててきた言葉なんですよねもういきなり垂直にバーンって立ち上がったとかじゃなくてじわ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 とっていう感じですね。まあ音楽系強いじゃん あのー、まあここも総額堂だけどもほか、はい、にこう音楽系のこう企業なのかそんな、えー、音楽系というかまあ大きな意味では音楽に関わるような、うんあのー、キャンペーンはパルコのまあ、うん、もうパルコ大先輩ですけど蛭の、うん、さん。パルコ パルコパパパルルルコココじゃなくてグランプリだあの時パルコのね撮られてるねコでもう十何年でしょうね、うん、もう十年ぐらいやってる「スペシャル・イン・ユー」っていうキャンペーンがあって、うん、これはあの一人一人の中に特別っていうものはあるんだよってこれ、うん、あの芸大で教えてる感じもも,もちろんそうですけど、うん、それを続けてますねそこにミュージシャンの方が出てくれたりこの額楽堂でも撮影したことあって、うん、セルゲイ・ポルーニンっていうバレエダンサーの。 方<型>をあそんなこともあってだから僕はそのなんだろうなそんな感じです、うん、すみませんえっ、ー、と「君も特別」っていうのなんですけど音楽っていうよりはなんかそれが音楽であったりあの演劇であったり、えー、美術であったり、えー、そんな感じですね。 だからね、なんか芸大でやってることとなんか外でやってることはもう実績というか、ね、一つの大きな研究なんですよね、うん、研究と表現なんですよね。まあ柳井さんが、うん、まあ音楽っていうものが大好きで、うんえー、まあタワーレコードのこととかパルコのそのねスペシャルインユーとかっていう、はいうん、っていうコンセプトとはきっと柳井さんのこう音に対するこう視点なのかなとは思うし。 あとあれだよね、こうみんなが知っている柳井さんの一番のこうメジャーなところっていうのは。はい、あの福島出身で、あのー、ね、えー。まあその震災の後の。活動って。はい。そうです、ね、稲川白子図。井川白子図、そうだ、音楽ですね、あ音楽。で、ええ、今でも定期的に演奏会というか、フェスティバルをやったりとか。うそうですね。復興支援。毎年やってます。やってるはい。その話もちょっとしてもらっていいですか。そうですね。あのー。 震災があって生まれたバンドっていうふうに思ってる方もいらっしゃるんですけど震災の前の年に福島県出身のミュージシャン3人と僕の4人で組んだ稲橋ロコズというバンドがあって、うん、で震災があってやっぱりみんなと同じように無力感も感じたし故郷に何ができるんだろうっていう時にもともとあった歌をレコーディングして。うん これを、あのー、売った収益を全部福島に寄付したいっていうふうにメンバーと話してもう3月の17日からレコディング名古屋でして東京は計画停電中だったんで,で20日から配信を始めてそれこそタワーレコードさんも CD を売ってくださったりしてでそれがその年の「えー、紅白歌合戦」の出場まで行って、ええ、で途中も大きなコンサートをやって1億円の寄付ができたんですよねそれも。 で,でもその稲苗ロコ津のその歌は「i l o v e y o u a n d i n you 福島」という歌なんですけど、まあ、当時は故郷をなんとか元気づけたいっていうそういう歌だったんですけど稲苗ロコ津の「i l o v e y o u a n d i n you 福島」を聞いてこの歌を聞くと福島から逃げられなくなる福島にずっとずっといて頑張んなきゃって思ってしまうそれは僕たちの本意ではありません 避難したくても避難できない人、避難したくないのに避難しなければならない人、それぞれがさまざまな状況の中で、福島が好きという気持ちだけ共通で持っていたい、それだけの歌です、東京の新聞の一面から福島が消えても、福島のことを忘れないでもらうために、このコンサートが。 明明日も明後日もも後続きます新しいことを始めるために準備はいいですか皆さん新しいいいことを始める準備はいいですか今やってるイベントの中でその歌を演奏するとまた聞こえ方が変わってきて何だろうな夏メロに聞こえる人もいればまだまだこの歌聴くと辛くなるって人もいれば。 あの一緒に笑顔で歌えるようにやっとなったねって言ってくれる人もいて音楽ってやっぱり、うん、まあエンターテインメント全般そうなんですけど人があのみんなの前で泣いたり笑ったりしてもいいよって言ってもらえる場所で。うん 福島 総学堂もそうだし、うん、美術の展覧会美術館もそうですしなんかやっぱりアートってなんかすごく大切ななことだなとだ思いまあ担わしろこそがアートだとは思ってないですけどねでも大晦日の「紅白歌合戦」はどうしても出たくて、うん、それは福島を強く発信できる場所だったし、うん、当時の総理大臣がもう福島は収束したと収束宣言みたいなことで。うん 出してたただったんでまだまだ忘れないでほしいしまだまだ支援してほしいっていうのを視聴率が最も高いあの日ですからでそれ出るためにあの3人のメンバーにとにかく大晦日かに仕事入れるなっていうふうに言って、うん、で僕はもうあのレコード会社とかのない仕事だったんで、うん、いろんな テレビ局やラジオ局にこの曲かけてくださいってお願いに行ったりあの自分のこう持ってる全てを使ってプロモーションした曲でありましたあれから本当災害というのは本当どこかで収束はなくな、うん、必ずまあ本当気候変動もあるし、うんえーね、最近だと本当能登、はい、石川の、ね、災害とかっていうのも。ね 本当そういう人たちにとっての芸術文化今日のテーマでいくと音楽音歌声っていう声っていうのがね自分の心をさらけ出せれたりとか何かこう力が湧いてきたりね。とかっていうものになっていくそういうクリエーターを育てる芸大でもあるしそういう人たちを迎えれるこの総楽堂とかね。 やっぱ感動がくれる力って本当大きいですよね、うん、心が動くことってね。はい、という、や、はい、柳井さんのちょっと仕事を通じてのちょっとアート、めちゃ照れくさいです論的な学長に聞かれるとね。<laughs> 言いたいことのもう十分の一応もしゃべれませんでした。ああいいい十分伝わってると思います、はいはい では柳瀬さん、はい、これからもいろいろ芸大のブランドのよろしくお願いします芸術も<え>、はい、発信、一緒にやっていきたい芸大大好きななんんでで、はい、みんなそうですけど今日はありがとうございました